いいねー。ああ、決まってる決まってる。もうちょいで終了するかね。オッケーオッケー。ああ、いいね。もう少し腰突き出してみようか。それ、来た。よし、目線腰に送って。おお、いいね。ちょっと寄るよ。はい。いいね、みすーちゃん。すっごい可愛い。もうファインダー越しに恋しちゃいそうだよ。ああ、いや、その表情、その表情。かわいい。オッケー、ちょっと座ってみて。うん。いいね。そう、そうそうそう。ああ、いいね。そう、足を楽にして。オッケー。よっしゃ。ほら、来た。ありがとうございましああ、お疲れ様。ちょっと休た。憩しよっか。お疲れ様でうん、ちょっす。とそこで楽にして。はい。いや、いいね。あ、むしろごめん。ちょっと言い忘れたけどさ、ちょっとここで動画も撮らせてもらってるから。はい、わかりました。うん、大丈夫？はい、大丈夫です。ああ、そっかそっか。あ、じゃあまあ、動画撮ってるからさ、なんていうの、自分のちょっと PR もここで話してみる？はい、わかりました。ね。うん。ほら、写真撮影多いでしょ、みすずちゃんは。うん、こういう動画にもちょっと慣れておかないと。わかりまね。した。うん。これ僕関係者に見せて、みすずちゃんどんどんアピールしていくわかりました。から。ようん。大ろ丈しくお願いします。夫？オッケーオッケー。じゃあさ、やっぱ初めて見る人も多いと思うから、そうだな、自己紹介とかちょっと言ってみる？わかりました。じゃあまず名前と、そうだな、やっぱスタイルから3サイズいっとこうか。立花美鈴です。3サイズは88センチ、56センチ、85センチです。いいね、やっぱスタイル抜群だよね。ありがとうございます。身長どのぐらい？162センチです。お、血型どうだ大型です。ろう。おお、タレント性ありだね。ありがとうございます。どこ出身だっけ？東北地方です。おお、肌白いもんね。よく肌は白いと言わちょっれとカメます。ラ近づいて見ちゃって大丈夫？撮ってるからさ、この動画にもちょっとポージング、あ、いいねいいね、そんな感じとかちょっとやってみよう。おお、いいねいいね。東北出身でね。好きな食べ物とかさ。クリーム系です。お、例えば。シチューとかグラタンとかです。なるほど。そういうのが好きなんだ。自分で料理作ったりする？たまに作ります。何作るの？簡単なものですね。ハンバーグとかお味噌汁とか普通の簡単なもの。このね、これモデルやってるのに、ちょっと家庭的なメンバーだね。これありがとうファンござ増えいるよ。ます。ありがとうございます。いい、いい。趣味とかある？趣味は、細かいことをするのが好きですね。あ、いいね、ちょっとこっち見て。細かいことって？裁縫とかですかね。あ、そうなんだ。また意外だな。手芸ですね。なんかちょっとアクティブな女の子かなと思ったんだけど。全然いつも普段はお家にいます。じゃあ休日の過ごし方なんていうのは？お家で料理を作ったり、アロマを焚いてゆっくりしたりリラックスしてまなんか特技みたいなのってある？す。特技は、なんだろう、料理ですかね。特技、料理ですかね。聞いてみるもんだね。なんかこう、意外な一面が見えてね。そうですか。いやさ、みずちゃんはすっごいスタイルいいんだけど、なんか気をつけてることってある？全然最近ちょっとお腹が出てきちゃって。え、本当？全然感じないけど。頑張ってるんですけど。そっかそっか。たまに家で筋トレを
したりしています。お筋トレね、はい、どのことやってるの？背筋とか腹筋です。あ、はい、いいね。あとたまに歩いたりウォーキングしたり。やっぱモデルには欠かせないよね。そうですね。またこっち見て、いいね。でもね、まあ、これから一皮も二皮も剥けるためにこうもう少しねセクシーさにね磨きをかけた方がいいと思うよ。セクシーさにですか？うん、はい、うん、例えばちょっと今までやったことのない大胆なポーズとかね。あ、大胆なポーズ、うん、はい、ね、できるかな。うん、ちょっと練習してみる？あ、今ですか？うん、ね、まあせっかく動画も撮ってるしさ。はい、うん、うん、ちょっと少しだけ。そうだね、はい、例えば一時期ちょっと流行った、はい、こうちょっとなんていうの、いわゆる M 字的な。 M 字、うん、はい、うん、やってみる？ちょっとやってみて。こんな感じですか？あ、いいね、ちょっと写真撮っとくよ。うん、もう少し前にこういいね、ちょっと動画にもアピールしよう。うん、膝をこう外側にするとよりセクシーになると思うよ。膝を外側、あ、外側ですか？あ、それ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 、いいね。ここ、このところまで撮るんですか？うん、大丈夫大丈夫。とってもセクシーだから。もう少し行ってみようか。うん。うん。いいね。ちょっとこうその恥ずかしそうな表情がとってもいい。カメラ見つめてみよう。こっちの動画の。すごいセクシー。いいセックスしてんだろうなと思うよね。え？あ、してない？いや。あ、どうなの？そっちの方が。いや、全然、はい。本当に？いや、信じるのもったいないよ。いや、そんなことないです。やっぱ自分の気持ちいいところとか知ってるの？え、気持ちいいところ？うん。マッサージですか？うん、こうセックス的なところでね。いや、この色気はね、ほんと半端ないと思うから。いや、そんなことない。いいセックス絶対してるなと思って。いや、ちょっと恥ずかしいです。あ、まあ、じゃあここだけの話、はい、一番気持ちいいとこってどこだ？触られたりさ。あ、ちょっとそれ、ちょっとそれは。いや、なんかね、やっぱね、はい、みんな知りたいとこってやっぱそこなんだよね。あ、そうなんですか。こんな綺麗な人が、ここが気持ちいいっていうのがこう伝えられるともう最高。あ、ね、ちょっとここにさ、言ってみよう。いや、ね、大丈夫です。その表情がとってもいいんだから、うん、教えて。胸とかかな。あ、もう一度。胸とかかな。あ、おっぱい。はい。綺麗だもんね。結構みつるちゃんは経験してるの？いや、そんなことないです。本当？はい。ああ、そっか。乳首って何色なんだろう？え？あ、その顔とってもいい。何色？え、どこがですか？うん、乳首乳首。それも、まあ、ちょっと恥ずかしいですね。本当？はい。ちょっと見せてみる？え、いや、それはちょっと職業柄モデルなので。いやさ、あの競技ね、世界のヌあのヌードっていうかなんていうの、はい、世界の、はい、まあモデルの人たちは、うん、あの全裸っていうのがムーブメントだから。そう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 、ムーブメントというかもうスタンダードになってるから。スタンダード、うん、やっぱほら自分が綺麗なうちに、はい、あのなんていうの、裸、はい、うん、そういうのをさ動画に残しておきたいでしょ、綺麗なうちに。ああ、綺麗なうちに、ね、年齢いってからだとちょっと遅いような気もするから、はい、うん、見せるならね今だと思うな、みすずちゃん。え、あ、ちょっと撮ってみよう。え、今ですか？あ、これ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 、あの一応世界を視野に入れてるからさ。ああ、なるほど。うん、うん、例えば、はい、表現力も大事になるから、この動画に向かってこうセクシーにちょっと脱いでみたいね。あ、セクシーに脱ぐ。うん、やってみよう、やってみよう。はい、わかりました。水下は世界に行けるよ。やってみよう。